まあ、チーム全体が、まあまあ、チーム全体として、まあ、統一した攻撃で、まあ、8点取ることができ、まあ、守備も無失点で終えたことが、まあ、次の宮さん戦につながると思うので、まあ、今日の試合は、まあ、チーム全体としていい結果になったと思います。まあ、基本背後に蹴らせるって形で前線がもう守備を限定してくれたおかげで後ろがもう足元だったり背後を狙えた関係になっていたので良かったと思います。まあ、ラストシーズンなんで、まあ、後悔なく、まあ、一試合一試合大事にしていきたいと思います。まあ、後ろはしっかり無失点を終えて、まあ、攻撃も今日みたいな形で複数得点で勝てるように、まあ、この1週間しっかり練習していきたいと思います。まあ、個人的に4点取れたってことは今後の上位戦に向けていい弾みになったかなと思います。そうですね、まあ、常にゴールに向かうってことはその練習からずっと取り組んでいることで、それが今日、まあ、結果に出てよかったのかなと思います。まあ、選抜だったりで選手がいない中で、まあ、やるのは、まあ、ここにいるメンバーっていうのをずっと話してて、でまあ、自分は結果ゴールという結果でチームを助けるってことと貢献することがもう自分の中で絶対だと思ったんで、まあ、そこが出せたのは大きかったです。もう今日やってることもこれからずっと継続してチームとして勝てるようにいい準備して頑張りたいと思います。チームとして8-0っていう0で終われたっていうのは大きいと思いますし、今前節から続けて2試合連続無失点ってなってから出てチームとしての締まりが出てきてるから、これから続けていきたいと思っています。3バックということで、まあ、スライド横のスライドっていうのを3人で意識しながらやって、まあ、そこがうまくいったから、まあ、守備もうまくはまったと思いますし、前をしっかりと動かしてチーム全体でいい守備ができてたなと思います。今年から、まあ、自分は出るようになったんですけど、まあ、出させてもらってずっといい経験もできてると思うし、自分自身も成長しながら、まあ、チームも勝利できているっていうことでいい流れでは来てると思います。まあ、次の試合もしっかり無失点で締まった試合をして、でフォワード陣にしっかり点取ってもらって勝利を掴んでいきたいなと思います。